1949年、帝都を震撼させる20の顔を持つ正体不明の大怪盗、その名は怪人二十面相。あれは怪人二十面相だ。俺違うよ俺は二十面相にはめられたんだ。俺にも泥棒を教えてください。無実の罪を晴らすため二十面相に変装し戦いを挑む。すげえ、実に面白いじゃないか。明智小五郎の名にかけて君の無実を証言してやる。私もお手伝いいたします。えっ、今日こそ奴を捕まえましょう。無実証明したらサーカスに戻れ。お前はもう二度とサーカスには戻れないさ。帝都の夜に舞う二人の二十面相。人は彼らをこう呼ぶ。 K-20 怪人二十面相伝。K20 確認。絶対に逃がすな。